友達が天然すぎてホストがままならない話。お前まだ霊見えるのか。そうなんですよね、見る頻度は少なくなってきたんですが。怖い思いとかしたことないのか。怖い思いはしたことないですね。ちょっと困ることはあります。マジか、絶対あるだろう怖いこと。例えばこの前、血だらけの幽霊さんに遭遇して。もう怖いだろそれが。僕にずっとついてきたんですが、僕トイレ行きたくてすごく急いでて無視してトイレ入ったんです。そしたら幽霊さんが手前のトイレから一個ずつノックして扉を開けてくるんですよね。怖い怖い怖い。怖いですか。おこがましいのですが、ちょっと迷惑だなと思ったんですけど。で、僕の一個前のトイレでノックする音が止まったんです。それでやめたのかなと思って上をふと見たら天井に張り付かれていらっしゃったんです。怖っ。怖いっていうか恥ずかしいですよね。僕人にトイレしてるの見られるの初めてだったんで。個室ですよ、個室に入ってたんですよ。わかるけど。あとあれですね、突然電話がかかってきて、私メリーさん今駅にいるのとおっしゃって自分の居場所を逐一お知らせしてくる幽霊さんもいて、それがだんだん近づいてきて。有名な人だ、その人有名な人だ。最後には今あなたの後ろにいるのと伝えてくれるんです。僕思わず心を鬼にして、後ろにいるなら直接話しかけてください、何でもスマホ越しで会話するのは現代人の悪いところですって言いました。現代人じゃないと思う、結構昔からいる人だよその人。そうですか。あ、でも怖いこともありました。なんだ。道で突然女性に話しかけられて、私綺麗って。知ってる、その人知ってる、有名なあの人だ。マスクしてたんですけど目もクリクリしてて綺麗だったので、はいお綺麗ですって言ったら、これでもってマスク外そうとされて。怖い。怖いですよね。ご自身を感染から守るためにもマスクは外さないでくださいって言いました。そっちの怖い。でもその女性どうしても外したいみたいで、ちょっと揉み合いみたいになって。まあ外すところがその人の真骨頂だからな、外したいよな。最後はこれ以上女性と揉み合いになりたくなくて逃げてきました。幽霊も怖いと思うぞ。皆さんも怖い目に遭わないように気をつけてください。怖い時はこの YouTube を見て気を紛らわしてください。そのためにも高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。